愛用医師の教育委員会によりますと、今月上旬、私立中学に通う男子生徒が自殺しました。学校はそれまでに市教委に対して2度、男子生徒へのいじめを報告したものの、いずれの報告も一定の解決をしたとしていたということです。また、今月18日に開かれた保護者説明会では、校長から男子生徒と教師の間にトラブルがあったという説明もあったということです。市教委は重大事態と認定、近く、 第三者委員会を設置しいじめや教員の不適切な指導がなかったか調べる方針です。